スペインでも尊敬されてるもちろんと思います。2000年に重要文化財に指定されてるんですけれども、この絵一枚でね、もう本当語ることが多すぎるんですよ。まあこれが聖フランシスコ・ザビエルですね。でこう両手を交差させてますね。このポーズはわかる？でよく聞かれるんですけど、この燃える心臓なんですかと。燃える心臓は何？ウリタニ、キリストの心臓ですか？さて皆さん、突然ですが当チャンネルですね、言い出しっぺの和田が、会社を辞めて新しいことをしたいということで逃げられましてですね、で東販企画さん、この制作してくださってるね、制作会社の東販企画さんも人も出せないみたいなことでどうすんだよって話になって、ついにいよいよですね、私の事務所の切り札を切ることになりましたよ。新しいアシスタントでね、登場していただきます、瓜谷さんです。はじめまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。瓜谷はもう15年ぐらいうちでバイトをしてるバイトリーダーなんですよ。はい、一人しかいないんだけど、バイトリーダーとして響きがいいですね。はい、活躍してくれてるんですけどね、もう学生の時からだからね、はい、おじいさんもご両親もあのスペイン語の先生、本人も最近スペイン語の先生を始めちゃったね。始めちゃったという人でね。で、実はなんかちょっとモデル的なこともやってたり するんだよね。はい。ね。やらせていただいてます。ね、そんな瓜谷さん、もううちの事務所のね、これ、秘密兵器だったんですよ。はい。ついに投入することになってしまいました。よろしくお願いします。お願いします。楽しみにしてます。はい。はい、でこの瓜谷さんをお迎えするにあたってですね、まあスペイン語の人であるということと、あと私と同じ上智大学の出身なんですよ。おじいさんも上智大学の先生だったんですよ。ということでね、このネタをね持ってきました。教科書で見たシリーズ第何弾になりますか。誰もが見たことがあるこの絵です。聖フランシスコ・ザビエルですけども、もちろん瓜谷知ってるよね。あのお名前と顔は一応一致してます。この方はやはりスペインでもそうです、ね、有名で、はい、ま、バスク人なんだけどね、かなりちっちゃな町の生まれだったんじゃないかなっていう、あのナバラ王国、当時のナバラ王国のザビエル城でお生まれになった方なんですけれども、スペインでも尊敬されてるもちろんと思います。そんな感じ。この絵はもうね、教科書で見たことがあると思いますけども、これ現在、神戸市立博物館にあるんですよ。で重要文化財ですよ。2000年に重要文化財に指定されてるんですけれども、この絵一枚でね、もう本当語ることが多すぎるんですよ。うん、でちょっと徹底的にこれ見ていきたいと。これじっくりあれしたことある？ないでしょ。ないです。ないないでしょ。あの右上の人たちとかあんまりちゃんと見たことない。ここにこの人たち、はい、これ人じゃなくて天使だけどね。あ、うん、じゃあ見ていきましょう。はい、はい、まあこれが聖フランシスコ・ザビエルですね。でこう両手を交差させてますね。このポーズはわかる？祈りのポーズ、特にイエズス会の人がよくやる、うん、これ祈りのポーズなんですね。祈りのポーズをしてますよね。でこのポーズ、元ネタがあるわけですよ、この絵の。これそれはこれですね。でこれは1597年フランシスコ・ザビエルが、まあ、あのキリスト教の方では起点と言いまして、天に帰る起点された何年後なのかな、45年後、1597年に出たフランシスコ・ザビエルの生涯っていう本が出たんですよ。まだ成人にもなってない時点でもうこの生涯を書いた本が出た。そこのこの挿絵、これを写してるんですよ、このザビエルはね。だからここから来ているということなんですよね。でよく聞かれるんですけど、この燃える心臓なんですかと。燃える心臓は何、ウリタニ。キリストの心臓ですか。もうキリストの愛だよね。
これをあの精神というんですよ。あの精神女学校とかのよく精神ってカトリックの大学につくでしょ。フランス語で言うサクレクールだよ。キリストの愛が燃えてるんですよ。でよく書かれるんですよ。これはあの聖ジャン・ユードっていう、まあ、フランスの神学者の、肖像画なんですけども、やっぱ燃えるハートに十字架っていうのはよく書かれるんですね。だからこれキリストの愛というの象徴なんですけども、プラスこの聖フランシスコ・ザビエルにはこの伝記の中に書かれた逸話があって、ある日その祈りをねしてた時にそのキリストの愛を感じて胸がもう熱く燃え上がったと、で思わず胸をはだけたという逸話があるんですよ。でその逸話もよく書かれてるんですよ。この胸をはだけるフランシスコ・ザビエルっていうのもよく書かれるんですよ。はだけた胸が燃えてるだろう。本当ですね。だから それとも相まってこの燃えるハートというのが書かれてるんですよ。でこの体験をした時に、この体験をした時にザビエルが言ったと、この本で書かれているのがここに書かれているラテン語なんですよ。サティスエストドミネスサティスエスト。あ、意味ですか、うん、教えてください。サティス、スペイン語とは違うか。ラテン語ですよね。ラテン語だよ、ラテン語だけど。ちょっと最近習い始めたんです。あ、習い始めた。まだちょっとわからない。サティス、サティス、これあの英語でもほらサティスファイ、サティスファクション、満足してる、満たされている。でエストはイズだから、あのサティスファイドイズだよね。でドミネ、神様、あの満たされました、満たされましたっていう、よくもう十分ですとも訳されるんだけれども、要するに神の愛で十分に満たされましたって、熱くて胸張れてますって。これこのセリフはだからもうフランシスコ・ザビエルといえばのセリフになったんだよ、この逸話から。だからそれをこう言ってるわけ。サティスエスト、もう神を満たされました、十分ですってことを言ってるわけですね。その燃えるハートの意味、それからこの IHS は分かるよな。これはよく見ただろう。このマーク散々見ただろう、大学で。見ましたね。何だったんだろう。これこのマーク、この IHSHIS じゃないよ。俺さ、これでさ、これに IHS 入力したらさ、勝手に HIS って直しやがんの。違う。これイエズス会のマークだよ。IHS、イエズスなんだけど、これよく間違って、このイエズス・ホミヌム・サルバトール、あの人類の救世主イエズスの略だって書いてあることもあるんだけど、それ間違いなんだよ。これ、あのラテン文字じゃないんだよ。これギリシャ文字のあれなのね、ラテン文字に見えるんだけど、でね、これがね、イオタと、イータとシグマなんだよ。でイースなんだよ、あのギリシャ語読みすると。だからギリシャ語のイースの頭の3文字なんだよ。だから実はこれギリシャ文字なんだという豆知識ですね。ちなみにこれ十字架ね。これなんだ、うん、釘ですか。そうそうそう、あのイエス様が十字架に打ち付けられた時、両手と足一本三本の釘で打ち付けられたから釘ですね。これイエズス会のマークなんですよ。 IHS やたらあっただろう。見てはいました、うん、これですね。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。